皆さんこんにちは、クロスカルチャーラブのしんじです。洋楽発音レッスンのコーナーへようこそ。このコーナーでは毎回洋楽のヒット曲または定番曲を1曲取り上げて発音のポイントを解説していきます。今回の課題曲なんですけども、Fly Me to the Moon、 こちらジャズスタンダードですね。まあ、ジャズをあまり聞かない方でも、テレビや映画などでおなじみの1曲なんじゃないかと思います。それでは早速歌ってみましょう。Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heartWith song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.はい、いかがだったでしょうか。Fly Me to the Moon をお届けしました。それでは早速発音レッスンに移っていきたいと思いますけども、クロスカルチャーラボの発音レッスンでは、カタカナの発音記号と、英語の発音記号を組み合わせた、ものを、使用して、いこうと思っています。これは、まあ、カタカナ発音でもまあいいだろうという部分は、まあ、カタカナで考えて、英語独特の発音が必要な部分は英語の、発音を、まあ、身につけていこうという、方針でやりたいと思います。よろしくお願いします。ではそれでは、早速、一番最初から頭から見ていきますが、Fly me to the moon and let me play among the stars. Fly me to the moon, let me play among the stars ですね。まずここなんですけれども、まず flyFly ですね。ここ、F の、発音、から始まってますが、 F は下唇を噛んで、弾くように、発音します。ここフとならないように、フ、はこっちは H の音ですね。でかつ、Fly というふうにフライにならない、ウという、母音をつけないということが、非常に重要です。日本語だと、子音の後には必ずこう母音が来るんですけども、英語では、子音が、独立する、というのがやはり日本語と英語の発音の一番大きな違いかと思いますので、ここ fly、子音から子音に母音を間に入れずに、つなげて発音する、ここを、意識してみてください。次、fly me to the moonだですね。だの発音、ここはまず、こういう記号になっていますけれども、これは TH の、有声音と呼ばれるもので、 the、TH、下をですね、両、歯で噛んで the、こう弾くように発音するんですけども、そこでうというふうに、声を鳴らすことによって、まあ、という、この、TH の有声音、になります。この後にさらに the、というふうに I、この E の逆側になったものがありますけども、これが、まあ、曖昧母音と呼ばれる、母音ですね。でこれはまあ何ですかね、まあリラックスして、ただこうというふうに声を、曖昧に、出す、ものなんですけども、これがまあ非常に英語はアクセントのついている部分とついてない部分というのをこうはっきり、すごいこう日本語よりも、まあ幅が広い、ので、このアクセントがついてない部分にこの曖昧母音というのが、頻繁に出てきます。
だですね、こちら、非常に重要な発音なので、注意して、見てください。 Fly me to the moon、その次 Let me play、ここ Let me ですね。ここは T が省略されています。また、先ほども、ありましたが、英語では子音がこう連続するっていうのが、頻繁に起こるんですけども、 Let me ここ Let me というふうに、発音しようとすると非常にこう言いづらいし流れが悪くなってしまうので、 Let me というふうに、T の音を省略して、そのまま T につながるように発音されます。で、play ですね。ここも、先ほどの P の後に、母音を入れない play というふうに、子音を、独立して発音するということが重要になります。そして among ですね。ここも、最初の A の部分は、曖昧母音になっていて among、短く曖昧に、発音するのがポイントです。そして amongngの、ng、これはここ、ng の部分は ng っていう、この発音記号になるんですけども、こう ng g ではなくて ng、ガギグゲゴではなくてガギグゲゴの、この、鼻のところにこう響かせるようなng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 という、音ですね。 among はい。そして最後 stars、 ここ、AR、の R's、AR の R っていう発音がありますが、ここ、日本語の R から R というふうに、R の音にこうだんだん徐々にこうシフトしていくんですけども、まあ、R はこう R という感じで、まあ、下の真ん中ぐらいですね、ここでこう R と、空気を遮るようにして、発音します。まあ、R の発音についてはいろいろな、まあ、ビデオ、等があるかと思いますので、まあ、参考にしてみてください。はい、で次ですね。 Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.ここですけども、まず Let me、また Let me 出てきましたね。Let me see、ここ、see ではなくて see ですね。Let me see、see はまあ死はもうちょっと前の方で響かせるというか、で死はもうちょっと後ろの、方で死、ここの、sh、死は sh ですね。S は C の発音になるので、ここも、使い分けられるようにしてください。それから What ですね。これ WH なんですけど、たまにこう What っていう、こう、発音をする人も、いるんですけども、 Hoa ではなくて What、ですね。これはまあ、Which とか Where とかでも同じなんですけども、 Where、まあうの音から where という風な、感じの、音になります。で、次 spring これなんですけども、こう子音が spr とこう3つ、連続しているんですけども、それをこう spring じゃなくて spring、と、まあ、子音の間に、母音を入れずに発音するように意識してみてください。で、あと、I の発音なんですけども、 Spring まあ、日本語の、E よりも、まあ、E に近い、E と E の中間、のような、音を意識すると、より英語らしく、Spring というふうに、聞こせられるんじゃないかなと思います。あと spring、 またんの音ですね。で、 like on、こう like on ですけども、まず like と on がこうつながってますね。 like on。 で、この on なんですけども、この a の発音記号が使われる部分なんですけども、これは、まあ、後の中間のような感じですね。顎を下げてまあ、おの口で青を発音するような感じですかね。もしくは、この歯医者さんに行って、
あーって口開けてください、あーっていうような、音に、とも近いですね、これも、まあ、日本語とはちょっと、違う音なのでここも、意識してみてください。そうですね、こう What spring is what let me see What spring is like What spring is like on というふうに What spring is like on とこう全て単語がリンクしていますので、ここも練習してみる練習してみてください。で Jupiter、ここなんですけども、ここ Jupiter ではなくて Jupiter、T の部分が D の音に変化します。あとかつこの R っていう ER の発音ですね、あ ER というかこう曖昧母音から R につながる R、特に、まあ、アメリカ英語では品質の音なんですけども、まずこの T が D に変化するというのは例えば Let it be Let it be とか Let it go Let it go みたいな曲でも、あるんですけども、この T の後に母音が来た時に、Let it go っていう風に言うとちょっとこう流れが悪いので Let it go っていう風に、この前 Jupiter ですね、 Jupiter より Jupiter の方が流れがいいので、まあ、特にアメリカ英語では、このように T が D に変化することがよくあります。かつ R なんですけども、まあ先ほどの R っていうやつですね、よくこう、まあ、ER の綴り、のものがこの、曖昧母音から R、R、R の音に、発音になります。かつ、最後 Jupiter and Mars、ここ AND の D がまたここでは省略されて、AND Mars AND Mars、この AND の AND は、曖昧母音ですね。 Jupiter and Mars AND MarsJupiter, Jupiter and Mars というふうにならないように Jupiter and Mars、この、まあ、この曖昧母音というのは先ほども言いましたけど、やはりこう、意味的にそれほど強調されない、まあ、and とかですね、そういうところにこの曖昧母音が来て、まあ、要はこの英語というのはこう強調される部分の和光をはっきりは、長く発音されて、強調されない部分はこう短く曖昧に発音される Jupiter and Marsという風な発音になります。はい、次ですね。In other words, hold my hand. In other words, in other words, hold my hand. まず、in other words ですけども、まあ、in other words、ここなんですけども、inner はまあ、カタカナで考えて、またさっきの the、th の、有声音ですね、そこから、r の発音が in other words、まあ、w は うのまあ発音にほとんど近いんですけども in other words、という発音になります。ちなみにこの z はまあ、この綴り上 S でもその Z というふうに濁るときはこのまあ Z の発音記号が使われます。 In other words ですね。で、まあ、ここでも In other というふうに単語がこうリンクされているので、そこを切らないように練習しましょう。でかつその次ですね、 Hold my ここも Lid L から D Hold myHold というふうにつながっています。Hold my、その後、まあ、M までつながるんですね。で、最後が Hand なんですけども、ここ、この A の音は、まあ、A と A の中間というか、まあ、ちょっとこう鼻声に、近いような感じで A というふうに、まあ、アメリカ英語特有の発音なんですけども、これもまあ特にこう綴りが A になっている部分ですね、そこはこの A という、音になります。 Hold my hand and、はい、では、次ですけども、 In other words baby kiss meIn other words, baby kiss me、まず In other words は同じで Baby もまあカタカナで大体いいんじゃないかと思います。 Baby、kiss me、
Kiss Me、なんですけども、Kiss Me、まずこのすの、Kiss Me にならないように Kiss Me、ですね、S でこう切るっていうことと、まあこう Kiss Me って書いてありますけど、さっきも言いましたが、英語の I ですね、I の音なんで、Kiss Me、ちょっと糸への中間、を意識するといいかと思います。で、次ですね、Fill my heart with song and let me sing forevermore.Fill my heart with song.And let me sing forevermore、ここなんですけども、ちょっと非常に、今回の一番難しい、かもしれない部分ですね。まず fill、ですね、ここまず、F の発音 fill、F から始まって fill L なんです。 L ですね、 fill、まあ、L の音なんですけども、まあ、舌を 上の歯の裏側につけて fill、という感じですね。で fill my heart、fill my heart、それから heart with、 こう heart with が難しいですね。 fill my heart with、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  fill my heart with song、あとこのth から s に行くところも難しいね。難しいですね。fill my heart with song, with song, with song。それから、こうさっきの、ですね。song, song, song。fill my heart with song, fill my heart with song、になりますね。これちょっと一番難しいんじゃないかなと思います。で、and が、また曖昧母音で、And let me、T が省略されて Let me sing, sing forevermore, forevermore、forevermore ですね、こうなんですけども、まあ、for と ever がくっついて forever、となるなるんですけども、forevermore or or というふうに、R の音が、続くので、ちょっとまあここも、ちょっと大事ですね。はい、ちょっとこの Fill my heart with song and let me sing forevermore. Fill my heart with song and let me sing forever. ちょっとこう、練習してみてください。まあこう実際はですね、歌うときはまあちょっとこの th から s の音とかまあ多少こうグニョグニョってなっても、まあ、実際あんまりわからない、ですけども、まあ、より、美しく、まあ、それらしく聞かすには、こういうところ細かいところを、まあ、だんだんこうスムーズに滑らかにしていくのが、ポイントかと思います。じゃあそれ次ですね。 You are all I long for, all I worship and adore. You are all I long for, all I worship and adoreYou are all I long for、こうなんですけども、 You are all I You are all、You are all I long for。 ここもちょっと難しいですね、まずこの R の音が All と long というふうに出てくるところ、かつ、こう全てつながって発音されるので、 You are all I long forYou are all I long for. You are all I long for. ということになります。で、All I worship and adore. All I worship, worship, worship ですね。こう、worship なんですけれども、まあ、続いて的には OR になってるんですけども、曖昧母音から R につなぐ R ということですね。で、worship。今度はこう sh になってます。なってるね。の音ですね。worship and adore and adore。ここも、まあ、曖昧母音の and から adore につながって and adore。worship, all I worship and adore。すいません。はい。で、in other words,Please be true, please be true,
please please、ですね、ここも、please とならないように please please be true true true、TR の音も true true ですね。 please 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 be true and in 最後 in other words I love you in other wordsI love you、be、の音が出てますけども、I love, love ではなくて I love you I love you be, be, be、まあ、下、唇を噛んで、まあ、F の p, p の、有声音 b, b、音を、まあ、喉を鳴らすバージョンが V, V の音なので I love you In other words I love youはい、というわけで、今回の予約発音レッスンは以上になります。楽しんでいただけましたでしょうか。説明したポイントに、注意してぜひ繰り返し練習してみてください。まあ、正しい発音を学ぶとですね、予約をかっこよく歌えるようになるだけではなく、まあ、英語のリスニングやスピーキングも大きく向上すると思います。お気に入りの曲を歌うことを通して楽しく英語を学んでいただけたらと、思っております。それではですね、まあ、ご意見ご感想ご質問などありましたら、以下のコメント欄下のコメント欄に、どしどし書き込んでください。また曲のリクエストなんかもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。 Have a great day guys I mean Have a great day guys Bye guys